MLB、いい人大谷。球団選択の苦悩を明かす。結局一つの球団にしか行けない。エンゼルスへの入団会見を行った大谷翔平。会見で尽きることのない感謝の言葉。日本ハムからポスティングシステム入札制度を利用してメジャーに挑戦する大谷翔平投手が9日日本時間10日。 エンゼルスの本拠地、エンゼル・スタジアムで入団会見を行った。会見の後、集まった約250人の報道陣の囲み取材に応じた二刀流ワンの口からは、獲得に動いた球団、決断をサポートした代理人への感謝の気持ちが次々と飛び出した。大谷は、正式にポスティングされる前に、特例措置として各球団に質問状を送り、 獲得に興味を持つ球団は、日本語と英語で作った資料を送付。書類選考を通過した7球団が面談に進み、大谷と直接会って、自らのチームについてプレゼンした。ポスティングされた1日、どう2日から決断まで8日間。僕も初めてなので、どうなるのかなっていうのが、率直な気持ちだったというプロセスを通じ、大谷を支えたのが、 ネズバレロ氏を筆頭とする代理人事務所 CAA のスタッフだった。本当に CAA の方々が僕がやりやすいように決めやすいように何回も何回もミーティングをしてくれた。決まった期限の中でやるのも本当に大変だったと思うんですけど寝ないで頑張ってくれたりとか僕がいい道を行けるように手伝ってくれたなと思います。エップラー GM バレロ代理人も彼は非常に謙虚。決断までの時間はワクワクもしましたし、すごく楽しみな気持ちもありました。これ以上ないっていう暗い恋、一日一日が続いたと笑顔を見せたが、次の瞬間、少し困ったような表情を浮かべながら、苦しかった心の内を明かした。やっぱりエンゼルスにお願いしますっていうことは。 他に断らなければいけない球団があるということで、すべての人にとっていい人になれないという申し訳なさを感じましたし、これだけ一生懸命資料を作ってくれて、プレゼンもしてくれて、いろんな球団の方が話をしてくれている中で、結局、一つの球団にしか行けないということに関しては、やっぱり最後すごく悩みました。まだ、メジャーでは、 実績を残していない自分の可能性にかけ、懸命に獲得に動いてくれたすべての球団に対しての感謝の気持ち、そしてすべての球団の期待に応えられなかった苦しい気持ちが、最終決断を下した今も、23歳の心の内には混在しているようだ。エンゼルスのビリー・エップラー GM、代理人のネズ・バレロ氏ら、大谷と接した球界関係者は、幾度恩に、 彼は非常に謙虚だという、自分が今ある姿になるまでに周りの人々がどれだけサポートしてくれたかその感謝の気持ちを持ち続けることがメジャーでの飛躍の鍵を握ることになりそうだ。